いやー、辻部と議員またしてもやっちゃいました。先日ツイッターを再開したばかりでセメント攻めにあった辻元議員、さすがプロです。菅首相へのおめでとうメッセージまで批判の雨あられ、またしても自爆したんです。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。いやー、立憲といえば最近物忘れがひどくなってきた感のある枝野議員、物忘れどころか嘘の情報までツイートし批判ばかりする斉藤蓮舫議員などなど、それにしても個性的な方々ネタ提供してくれるよね。その度に立憲の評判はガタ落ちに。そしてこの度新たに辻元議員が参戦、菅首相におめでとうと言っただけなのになぜか批判が殺到したんです。まずはこちらの動画をご覧ください。こんにちは、辻元清美です。この度立憲民主党新しくリニューアルされました。私は副代表と衆議院予算委員会の筆頭理事に就任をいたしました。これからはあの予算委員会の論戦の場を仕切って、そして前線でガンガンですね論戦をリードしていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。それにしてもですね、最初立憲民主党は56人でスタートして今回150人ですから、これは単なる数ではありません。知恵であり力であるということで野党パワーアップしていきたいなと思ってます。菅総理大臣ご就任おめでとうございます。菅総理と私は実は当選同期、ついでに言えば河野太郎さんも当選同期で、割合お互いに意識してきたというか国会での同じ道のりを歩いてきた議員の一人なんです。菅さんと私の共通点は、お互い叩き上げいうことです。ですから国会論戦予算委員会で叩き上げ対決行きたいと思ってますんで、菅さん待っててください。いやー、さすが辻元議員、叩き上げ対決待っててねと言いながら政策について語ることは全くなし、一体何のためにアップしたのよ。同じ叩き上げだと論じ菅首相任期を利用するのは卑怯千万。元修羅と共謀し秘書給与1870万円も騙し取った上に証拠隠滅を図るなど詐欺罪で懲役2年、執行猶予5年の判決を受けた人と、誠実な菅首相を同じにしないでください。ニコニコ笑顔で身振り手振り顔を動かしながら愛想を振りまくのは本当うまいですよね。これに好感を抱く人がいるから厄介です。いやー、でね、私思ったことがあるんですよ。辻元議員は政治家よりもっと向いてる職業があるってね。それは訪問販売。いつもニコニコ笑顔だし、販売にはもってこいの話術を持ち合わせています。訪問販売では商品を売ることが目的ですが、そのためには共感、購入者に、あ、この人私と似てるかも、もしかして同じなんじゃと親近感を持たせることが重要です。例えば出身地や大学、趣味でも何でもいいんです。商品を買わせたい客に共感を持たせる話題を笑顔で話し、時に甘えた声を出す。いやー、売る商品によってはさ、今以上どころかとんでもなく稼げると思うよ。でもね、営業はやらない方がいいかな。一発勝負の訪問販売ややっても店頭販売だって、長いこと付き合ってたら中身ないことバレちゃうからね。ほほほほ。その職に
立憲はリニューアルしたって言ってたけど、桜、森友、賭けしかないじゃん。って、いやー、やっぱ国民は騙せません。こういう方が党の副代表。立憲、いい感じで進んでます。次の総選挙、楽しみだ。